人がこの銀河の広場に集まっていますけれども、皆さん、なんかの若い女性多いですね。もちろんあの年齢問わず皆さんにお集まりいただきまして、本当に今日は安室奈美香ありがとうございます。第57回名古屋祭り、こちらは銀河の広場ということで、今日と明日2日間にわたりまして会場行事を行ってまいります。まずオープニングを飾る名古屋おもてなし部招待の演舞をお楽しみいただきましょう。どうぞ。みなさま、こんにちは。
女この名前を授けました。これが彼の歩んだ人生なのでしょうか。加藤清伊達藤次郎政宗じゃ。みんなよろしくお願いいたす。私は政宗様のいとこ、伊達三傑武の武将、伊達藤五郎重実じゃいがお見せよきよ。で、わしが天売城の留守役、小庭綱元じゃ。よろしくお願いいたす。マレザフに乗るの大丈夫か。まだ今日朝一だけど元気ないけど大丈夫か。元気でおりますぞ。昨日の夜飯食った時めっちゃ元気だったの。一緒に良かったね。お前様そんな話もさあ、マサムネお見せしております。名古屋に根付く名古屋祭り中、伝統的な祭りじゃねえの。ぜひみんなを楽しんでいってほしいと思うな。お前が楽しませる側じゃねえな。もちろんでございます。ちなみにこの名古屋祭りは一体何度目にございますかな。何度目なんだろうな。57回目じゃ。57回。すごいな、57回も続く祭りってのはなかなかないでな。今日が57回目だよという人おるか。どんな人おるか。なかなか俺らの人57歳以上でかつ毎年来とるやつで少ないじゃろ。まあいらっしゃるかもしれない。それではけないかとはもう。お前それを聞いてどうしようと思って。大会にしとく。表彰してあげようか。お嘘でもいいか、手挙げてみてね。そうですね。あれ、表彰しろ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 、毎年参加されてるということですよ。毎年、はい、今年はどうじゃね。今年はまだ始まってない。まだ始まって10分も経ってません。これからお祭りが始まります。同じだんだん天然に磨きがかかるから。ええと思う、ええことじゃ。さあ、進行進めな時間だな。そうですね、そろそろいいですか。まあでもね、パレードにね参加していただく予定となっておりましたけれども、残念ながら雨のため中止となってしまいました。ただ乗りたかったな、乗りたかったですな。明日は晴れるかもしれませんのでね、はい、明日はパレード車は出るんだな。はい、パレード車は明日は出るのかい。多分出ると思います。
が入っているのは十分伝わりましたが、さらに気合の入った方をここでちょっとご紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、この方でございます。名古屋を盛り上げるために尽くされております、河村隆史名古屋市長です。どうぞ。顔も見たくない。ガンガリョウラン、わしらのデビューシングルジャンガリョウラン市長も一緒に歌っとるよね。ガンガリョウラン、あとで人を歌って。あの、すみません、武将隊の皆さんありがとうございます。なんだしらに100あるよ、ライナー。何かしら議長、自分の歌ってる高橋知っといて。愛をしてあれてた胸が色づきじゃなかよーらー知ってる。よく見る、あの 歌を知らない人が歌う感じ。でも、ね、でもあれ、愛を知るって書いて、愛一って。あ、だからよく考えとる。よく考えたるんじゃん、あれ。しかし、本当によ、あんたちょっとね、微妙に薄暗いところで見るとええ顔してる。だから悪くない。今、めちゃめちゃ光当たった。いや、今、あかんの、わし。微妙なよ、近くで見てみや。本当によ、ええ顔してらっしゃる。薄暗い境なんかやったらいけないんだな。大変なもんだ。でも、河村市長、今年は57回を、夏祭り迎えましたけれども。この人はどういう人ですか。仙台に伊達武将隊というわしらの弟分が1年半ぐらい前にできたんじゃわ、はい、市長発案のわしらから次につながった、日本にこの武将隊が広がった第1号目じゃな。あ、はい、伊達政宗公でござる。さようにございます。なかなかこっちもあんたよりちょっと若いな。わしよりちょっと若いな。だいぶ若い。わし477だで。あ、こっちはわしは445人、30ぐらい若い。僕は本当に薄暗いとかで見るとええ顔してる。ちょっと見えない。大体市長いつも負けず嫌いなんじゃわ。薄暗いところはかっこいい、薄暗いところはかっこいい。市長、このね、あのどっちが強いんだ。ほんでこれちょっとどっちが強い。信長と正宗と。どっちが強い。どっちが強い。いや、何かしら勝負してみろ言って。何が勝負。最初はグー、じゃんけんほい、よーい。わしが強い。時間が遅い、はい、あの、多分冷汗かいて、はい、裏でも多分パンパンになってるので、ちょっと司会者脇汗がビタビタでございますので、ちょっとすいません、市長よろしくお願いしたいと思いますが、まあでも、あの、今回は57回目の名古屋祭りということで、このようにお客様もたくさん迎えておりますが、はい、まだあのお客様いらっしゃってますよね、今日はね。ということで、あの、今年の名古屋祭りは祭りを通じて東北の復興支援がテーマとなっております。で、今回のオープニングセレモニーには岩手県陸前高田市から特別なお客様をお迎えしておりますので、ご紹介させてください。ええ男ですよ、こっちも。ええ男ですよね、確かに。おばさん、ヒゲがよ、上手に手入れしたのでよ、二人に。じゃあそこに、何のことですか。じゃあ行きますよ。岩手県陸前高田市長、鳥羽太様と陸前高田市議会議長、伊藤明彦様でございます。皆様、OK、大きくお迎えください。ウェルカム。どうもお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。この私のね、このふざけた雰囲気とね、この鳥羽さんの真面目な雰囲気、なかなかね、男ですよ、この、ね、素敵な方ですけども、じゃあちょっと市長に最初にお伺いしたいと思うんですが、はい、名古屋市の職員がおよそ30名、あの、そちらの方にお手伝いをさせていただいておりますけれども、そのお手伝いの様子というのはいかがでしょうかね。はい、あの、皆さんご存知だと思いますけれども、あの、名古屋の市役所から私ども陸前高田市の方に被災地支援ということで、現在これまで延べで276名の方に来ていただいてます。あの、陸前高田市の市民のために、陸前高田市の職員という立場で、一生懸命仕事をしていただいてます。なかなか皆様方に御礼を言う機会もありませんし、またその様子を伝える場面がないわけですけど、ぜひそこを分かっていただきたいと思います。あの、名古屋の方々、本当に陸前高田市民のために、被災地のために頑張ってもらってますので、どうぞあの皆さんにご理解をいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいことだね。若干報告しますとね、震災が起きてすぐね、一応あの、まあ、割り当てという言い方はおかしいですけど、まあ、例えば消防だったら名取市だ、水道は仙台とかね、
まあ、応援してるけど、そっちはそっちでしっかりやっておりますけど、名古屋市の職員がね、市長市長言って、じゃあ都市名古屋でしょ言って、でいろんな機構機能があるわけです。国と同じようなもんですから、だからミニ市役所みたいなのを作って、どっか応援に行きましょうと、絶対喜んでくれるというんだ。はい、どこ行くんだって自分らで探してくるでいいって、ほんで岩手行って、まあ、多分同じあの高齢者の方たちは市の職員さんがね本当に亡くなられて苦労されとったんで、市の職員の皆さんが同じ仲間だもんで、はい、で市長陸前高田応援しましょうって始まったんだ。なるほど、まあ、すごいプロジェクトになったっ、ね、市の職員役人言うと今ボロカス言われとるでしょ、はい、なおかつ減税で給料減ったもんね、これね、しどい同じだけどたまにはよ褒め立てちゃうな、そういうことで、そういうことでもね、はい、まあ、そんな、はい、日本にを目指して皆さん一丸となって頑張っている状況ではあるんですが、伊藤議長、あの陸前高田市の復興の状況とか市民の皆さんの状況というのを少し教えていただいてよろしいですか。まず最初に今日はあのこの名古屋祭りご招待いただきまして大変ありがとうございます。そしてまた今市長も申し上げました通り、震災直後から名古屋市の皆さん方大変なお世話をいただいていることにこの場をお借りいたしまして厚く感謝を申し上げる次第でございます。市民の状況でございますが、3月11日震災直後は避難所暮らしの方が1万人を超えておりました、まあ、そのうち4000名ほどが避難生活をしておりましたが、8月のお盆前になんとか仮設の住宅に皆さん入られました。2100戸ほどなんですが、そこに皆さん入っておりますが、まだまだ元通りの生活には程遠い状況でございまして、これから東北の地でございます、寒さを迎えるシーズンでございますが、本当に、被災された方々苦労しながら、それでも明日に向かって希望を持ちながら一生懸命頑張っているところでございます。皆様方の長いご支援を賜ればとこのように思っております。今日は本当にありがとうございます。陸前高田市からお二人お越しいただいております。本当にありがとうございます。さて、そして被災地の一つでもあります仙台からはですね、伊達武将隊の皆さんにお越しいただいておりまして、名古屋町のパレードにも参加される、ね、明日予定となっております。また被災平場の方でも演舞を披露していただくことになっておりますけれども、政宗様、名古屋の印象というのはいかがですか。名古屋の印象、暑いなぁ。暑いですか。私もうこれで何度目じゃろう、6度目ぐらいになるかな、ね、結構お越しいただいてますよね。毎回暑い、まるで夏みたいだ。え、今日もですか。これはもしかしてあれか、はい、名古屋の人の熱気か、いつも暑い暑いと思うのは。名古屋の人の熱気でございます。さようでございます。毎度温かく迎えていただいて、本当に今お話しいただいたように震災の支援、仙台市もたくさんいただいての、本当に感謝しており、だからこそ今日はわしらが元気にこの名古屋祭り盛り上げてまいりますぞ。はい、どうぞよろしくお願いいたします。あ、なんかね、おしゃべりが上手だったな。もういっぱい話しとったの。よー、ちゃんと話しとったで、ね、こうやって至極に存じた。びっくりした。ハンタラはね、歌はね、500回にようやくてまだないですね。そうか、燃えよドラムのグリアを出したらよ。いやー、名古屋さんの機会があったら飲むな、お前よ。100回にようやくて燃えよドラムの歌えるで、どうだこれ。いやいや、今日は歌って、燃えよドラムの歌えるとした名古屋おもてなし武将隊もかなり、ね、忙しく動き回って名古屋祭りをさらに盛り上げるために、今日はあと市長殿、今日は遠いところだと熊本からも市長が来てくれとそうですね。何が来とるの。熊本の武将隊っていうのが あれなんじゃ、うちの清正がおるじゃろうっしょ。もう一人清正が来とるんだ。不思議なこと、みんな不思議な光景を楽しみに行こう。
豊臣家は本当によ、はい、名古屋は豊国神社秀吉もなあんなもんだから中村ですね、またすぐ隣なんだけど、まあ、徳川時代にね本当にこの抹殺だねやけどそういう状況になりましたねこれ徳川対豊臣ということで、まあよう苦労しやったありがとうございますわしはまあええんだけど、はい、わしはここまで来たもんで、ぜひよ名古屋のマイケル・ジャクソンみたいになってほしいんだもんじゃねえよ、まさしくマイケル・ジャクソンね、目指していただきたいと思います。なんで市長が次提案するのがマイケル・ジャクソンのような軽やかな踊りをわしらに。いや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 し武将隊の皆さんから、名古屋祭りの見どころをズバリ皆さんにご紹介ください。どうやら先ほど信長様も言いましたけれども、はい、熊本から武将隊が来とった、はい、他にもな土佐からおもてなしの音、ま、丸亀中で讃岐からはなあバサラ隊中のも全国各地からそういう武将隊中もが集まっとる、はい、でもねなこの武将の聖地名古屋でぜひともそういう武将文化に触れててほしいもんやな。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。何言っとるかよくわからないんだけどあれ、まあ、だけ人話そう気にするだけにする頼む状態他全国からいろんな人が集まっとるよっていうことだけでざっくり分かっていただければいいかなっていう、はい、ということですいません、陸前高田市長の鳥羽様、名古屋はいつもこんな感じなんですけれども申し訳ございませんが最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、皆さん本当にどうもありがとうございます。はちゃめちゃな市長さんですけど大変頼りにしてます。本当にね名古屋の皆さんにこれまでもずっとお世話になって、そちらにもうちの子供たちのメッセージが書いてあります。後で読んでいただきたいと思いますけど、修学旅行に行けないという子供たちが本当に招待をいただいて今日も中学生がお邪魔をしておりますけれども、そうやって市民の皆さんからも行政からも本当に応援をいっぱいいっぱいもらってます。皆様方からいただいたこのご縁そして元気をですね私どもしっかりと受け止めさせていただいて、必ず素晴らしい町に陸前高田市を復興させてまいりたい。そして今は恩返しが何もできないわけでありますけれども、ぜひ名古屋の子どもたちを我が陸前高田市に招待ができる日を楽しみにお待ちをいただきたい。それまで末永くですねご支援を賜れますように心からお願いを申し上げます。本当にありがとうございます。いや本当にね今も高中学校いうところの時間でも受けなんだでしてござるけどね、みんな就労体験ってね非常に人気があってね、いろんな動物園で餌付けしたり、これがホテル行ったりね、自衛隊行ったり大きい工場行ったりする。だからまあ将来はぜひここは陸前高田はね梅や牡蠣の有名な産地なんです。梅や牡蠣、はい、わしが食べれんようですこれで今ちょっとねやっぱり残念ながらね津波であれですけど、ほんだでぜひ名古屋の、はい、まあ、この子供さんたち、まあ、中学生ぐらいかな、やっぱそういう牡蠣をみんなで作るとかね、はい、そういうのはかえっていいじゃないですか。あ、いいですね、育てるってことは援助は援助なんだけど、はい、まあそうじゃなくてそれはそれなんだけど、まあ、ずっとお互いにね補い合う部分があるもんで、でこれ仲良しようということで、はい、で皆さん、まあ、末永く応援したてちょうね、はい、お願いします、はい、お願いします。どうもありがとうございます。さあそれではこのオープニングを締めくくるのは開会宣言でございます、名古屋市会議長の中村議長にご登場いただきまして開会宣言をお願いしたいと思います。では議長お願いいたします。さあ始まるところが来た。アテンドは400年の旅人名古屋市マスコットキャラクターはちまるくんでございます。中村議長はちまるくんに大きな拍手を。私の方にちょっと移動してもらっていいですか。はい、あでも武将隊の皆さんなるべく顔が見えるところに、はい、お出になって八丸くん3人分ぐらいね顔を隠しますので。あごめんなさい余計なことを、はい東日本大震災で、ね、被災された地域の一日も早い復興をお祈りするとともに第57回名古屋祭の成功を期し開会宣言の後に奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊と名古屋おもてなし武将隊とともに会場の皆様も勝ち時を挙げていただきたいというふうに思います。なので皆さん開会宣言が終わりましたら、武将隊の皆さんとともに一緒に勝ち時を挙げたいと思いますのでどうぞ準備をお進めください。それでは
長、開会宣言をお願いいたします。ただいまから第57回名古屋まつりを開会いたします。それでは武将隊の皆さん、そしてお客様皆様ともにお願いします。